You love me, take it, Chris. こんばんは。やっほー。と思って風邪ひかんようにね、だってあっ Do they love me? Oh my god 間違えた、マジやばい、テンパ炸裂してる。 Takes me love you。あそこにいる今、ちょっと見えづらいけど、ちょっと散らかっててごめんなさいなんだけど、あそこに座ってらっしゃいます。まー、あ、ちゃん、田島の番です。そろそろ始まりますよって。田島の番、あなたの番じゃないんだ。まーちゃんです。まーちゃん。今日ね、まおのね、お家をね、買ったんだけど、気に入った。昨日シャンプーしたもんね、初めてね。だから。で、今日ママにでもめちゃくちゃ威嚇してて、いや、あなたの番やばいよね。どうもね、見たよ。まさかのまさかの展開だったもんね。かわいいかわいいかわいいですね。しかもさ、見てみんな、見てドラえどら焼きの、なんかちょっとハロウィン、もうハロウィン先取ってんだけど、ハロウィンのお家を買ってあげました。で、これからさ、寒くなる時期だから、ちょっとね、屋根がついて、脇毛めっちゃ映ってる。そう、めっちゃね、マオね、落ち着いてるんだよね。なんか何事も落ち着いてる。いろいろ買ってきて、料理、最近毎日料理してて全然言ってないけど、で、一昨日ぐらいに親友が、どこで買ったの、どれ、コストコでさっきね、買ってきた。で、親友が泊まりに来てて、その時
そういえばアップしようかなと思って。脇毛好きやでだって。え、まお通過しちゃった。まお。まあ、おちゃん。得意料理は、なんか最近エスニック。あ、カズ、俺も今度泊まりに、あ、待ってる、なんかマジでこの間ごめん、本当に寝ちゃってた、ごめんなさい。応援して、応援する。あ、ショウゴ、後楽園ホール来てください。え、行く、いつ、待って、来てくれて遊ぼう。青ナイトプール結局行けんかったな。Hello, you are so cute. Thank you so much. Thank you guys. Do you love me?原宿のラフォールのとこの上の階にありますよ。キスハグキス、めちゃイケのイケメンだらけの大運動会でした。あ、本当にありがとう、めっちゃ嬉しいんだけど。ダオ、飛び箱飛んでたんだけど一致してる。季節外れナイトブレイクやってんのかな。やってたら行きたいな。瞬間に、あ、なんか、あれみたいな。なんか、普通に、あれテレビ出てましたよねって言われて、そのママたちがいない時ね、ママたちがいない時に、二人きりの時に言われて、
7年目かな。そして8年目か。一人暮らし。あ、7年目だ。あ、7年。7年か6年目ぐらい。明日学校だから挨拶だけにする。今日の動画めっちゃほっこりした家族とのね動画だからね思い出です。え、そうで、しかもねカメラ買ったの今日、あのハンディタイプの、これから外での撮影とかもするから、それ用でねちょっと奮発してね、まあ酒が飲めないからな。え、そうなの？何それ、どうしたの、病気ってこと？今日レイクタウン行ってきた。あ、嘘、グッズ、もしかしてビレッジヴァンガード。ドラマもねえ、偽造不倫にさ出てるさ、ピンク髪のさ、瀬戸くん、あれもともとね一緒、毒も BG だったんだよ。子猫と遊びすぎて愛おしいだって。子猫と遊んでんの？あ！脇毛めんどくさい。意地でも寝る。もう最初のうちに寝る。なんか絶対にこれはくすぐったいから、まあ声かけられてるとかしたらしょうがないけど、でも早めのうちに、箇所によっては寝る。江ノ島行ったら海の波がぶっ飛んでたよだって。え？やばくない？台風でしょ？だって。
ッチするようにしてんの。なんか、まあ、ストレスとか別にあるわけじゃないんだけど、なんかずっと編集とかで座ってたりとか、あと動画撮影してて結構なんだっけ、能力的な。あと1日の年、あ、嘘、フライングでおめでとう言うね。ハッピーバースデー。みんなおめでとうって言ってないけど、ごめんね。お風呂そこまで。なんかね、だもなんか、なんか何かに追われてる夢は、なんか、プレッシャーか何かを感じてるみたいな感じじゃなかったっけかな。まあでもね、夢占いで調べてみたら多分わかると思うから、もしかして当てはまることもあるかも。親にこう否定的な、あー流れる言葉しか言われなくて自分のいいところがない。そんなんね関係ないんだよ。なんか人が言うことはもちろんあるかもしれないけど、そんなのにさ、なんで親だろうがね、自分のことももちろん踏んでくる。じゃあみんなだからさ、なんかそんなこと言われてもね、人生は自分の人生だからさ、生きてるのは自分じゃん。だから あるじゃないですか、皆さん。僕ももちろんそれいっぱい感じてますよ。いろんなこと経験しましたから。ほんまに。だからこそ、リプライがさ、表示されねえんだわ。だからそういう時はなんかインスタのさ、ダイレクトメッセージとかさ、みんなが見れないところでダオだけが見れてる時
ところもあるわけじゃん。だからそういうところに送ってくれたらさ、いるわけよ。返事はできないけど。私が君を守るから強くなる。もう何も怖くないよ。時が流れてく光と共に。この後わからないけど、めっちゃちょうどごめん、なんか今マジでちょっと今コメントが手が離れた。このリハどんな感じ？もうリハーサルはね2ヶ月前ぐらいからずっとやってるよ。けどもうレコーディング、新曲のレコーディングももう全曲終わったんですけど、リハーサルまた明日からですね、ちょっと詰め作業になる。スケジュールになるかもしれないけど、でも楽しみだし、新しいキスハグを見れると思うので、めちゃくちゃいい感じですね。みんなのモチベーションが高いです。めちゃくちゃってたし、すげえよ。でも昔にリクと2人で、まあ、ファンクラブの動画の、ね、企画でチャレンジコーナーっていうのがあって、その返事とかはしないから、あの僕が見てるだけだよってことしか伝えられないんですけど、でももし他の人に見られたくないことがあったりとか、イエイ、なんかあれイエイって言ってないんだけど、なんかそう聞こえちゃってるみたいな感じだった。 YouTube にね出てるよ、調べたら。旅慣れた時の中で出てる早くバンジーと踊るお仕事できたらいいね。うわ、ちゃんと覚えてる。覚えてるね。すごい。マジでバンジー飛びたいの。10月4日楽しみにしてるね。久々にお邪魔します。お、ありがとう。しかも懐かしいアイコン。何してるんですか？今ですね、皿洗いしてます。皿と
る。DM 送った平気なの、さっきのちょ、あ、全然いいよ。You are so beautiful. Thank you so much. Thank you. あ、みんな穴場見ようって来て。でもなんかダウンもなんとなくだけど分かった気がする。今日の編集も終わったし、あとはゆっくりご飯を作って、今からご飯食べるんだけど、やばくない？ネックレスマジかわいいね。かわいいでしょこれね。なんか取り替えができるから自分の好きなようなデザインを。でもそれも超簡単。サダオ散歩クッキング、タララタタタタン、タララタタタタン、タララタタ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 タララタタン。あ、やべ、足元びちゃびちゃ。うどん作って食べた。で、次の日の朝に残り物で雑炊を作って朝食べました。鍋ってね、超便利だ。超便利だよ。だって何でも作れるもん、鍋で。今
よし、じゃあ簡単な炒め物作ろうかなって思うんですけど、インスタアーカイブ僕残してないし、塩コショウだけですよ、今日は。なんかザ・アメリカンスタイル。あとピーマンと人参も残ってるから、ピーマンと人参を使い切りたいと思います。チヂミの、チヂミの素買っちゃった。これね、お家で作れる。果物はね、買ってないの今日。でも、見てこれ甘いやつなの、エンジェルスイーツで、トマトも買いました。あと、なんかずっと気になるこれね、何でも使えるのだから、これを今日は使おうかな。塩だけじゃちょっと味物足りないと思うから、これね、サラダにも使えるし、ピーマンは一つでいいかな。いや、ピーマンもいらないかな。明日使おう。明日、今日はやめとこ。サラダあるし。結局。じゃあ、もう何もやることないじゃん。
よし、やばくない？お肉さん、あ、矢が刺さってる。絶対やばくない？もううまいよね、絶対うまい。ちょっと空調つけます。あ、あほんま、気にしよう、しようと思う。And black pepper.すごい。ラオくんってコストコ会員なんですか？うちの家族全員コストコ会員です。昔から、小学生の時からね、コストコに行ってる。これどんな匂いするんだ？あったてるか。
ぜひ、あ、びっくりしたできたら見せて。やだくっそー、今度行ったら買ってみる。いや、買ASMR するだと時間ないね。失敗した。超シンプルだけど美味しそう。茶色い、めっちゃ茶色い。おすすめはありますか？あのね、僕の YouTube 見てください。YouTube にメイク動画、毎日動画とか載せてるので、それで見ていただけたらわかると思います。見てくれ、お願いだ。リーガガさんさ、こういうさ、服着てたよね、ドレスで体に巻いてたよね、思い出したわ。いい、
肉詰めが終了する、もうすぐ。明日英語の単語テスト頑張ってな、ファイティンやで。よっしゃ、ちょっとお肉も出来上がったので、甘っ、めっちゃうまい。この前ゆっ、なんかダメだ、トマトが映えない。リアルお肉いいの。え、マジさ、明日から YouTube 撮影超楽しみなんだけど、カメラがさ、カメラ買ったんだけど、え、出てこないんだけど普通に使い方まだわからないっていう。ということで、ちょっと1個もないもん。あ、1個あったわ。1個ぐらいあった。
なんかエフェクトないかな。うまっ。あのグルメのタレめっちゃうまい。美味しい。超シンプルだけどめっちゃうまい。耳痛い耳痛い。なんかこれ犬にしか聞こえ、やめて。これ犬にしか聞こえないモスキート音なんだけどめちゃくちゃダオ聞こえんのこれ。いや全部食べないよ。こんな時間に食べて太れって思いながら見てる。だっていやダオね太りたいんよな、ぶっちゃけ。地味にエセ関西弁で挟んでくるの何なの。いや昔からやんそんなん。ダオちゃん細すぎ。
こんなゆるいイベント、イベントじゃねえわ、配信見に来てくれてありがとう。またお会いしましょうね。